ガレリはイタリアのオートバイメーカーである。1919年にアダルベルト・ガレリによって設立された。クロスシティバイク22歳で機械工学の学位を取得したアダルベルト・ガレリはフィアットに入社してニストロークエンジンの開発を始める。しかし、フィアットがニストロークエンジンに興味がないことがわかると、ガレリは1911年にフィアットを退社し、 1914年まで独力で 350cc のスプリットシングルエンジンの設計を続けた。1914年から1918までガレリは他のオートバイメーカーに勤務しながら自身が設計したスプリットシングルエンジンを搭載したオートバイでイタリア陸軍が主催する競技に出場して勝利した。1919年、ガレリは 自身の会社を設立する。この年に、ガレリが製作した 350cc のオートバイは、ミラノ・ナポリカンの速度記録を打ち立てた。ライダーのエットーレ・ジラルディが、両都市間の 840km で記録した、平均速度は、時速 38.29km だった。ガレリは、モータースポーツに力を入れており、エルネストネーサ、タツヨ・ヌボラリ、 アキーレ・バルチといった多くの有名なイタリア人レーサーがガレリのオートバイでそのレースキャリアをスタートさせている。また、350cc スピリットシングルエンジンは1926年まで生産され続け、レースで大きな成功を収めた。やがてガレリはイタリア軍のためにオートバイの生産を始め、1920年代の後半には、 生産を完全に軍需に移行した。1945年にオートバイ生産を再開したガレリは低価格で手軽な輸送手段を求めるヨーロッパ市場の需要に応えて生産を消排器量オートバイとモペットに集中した。ミストローク 38cc の自転車搭載用モスキートエンジンは200万台以上生産される大ヒット作となった。 1961年、同じくイタリアの勝敗器量、オートバイメーカーであるアグラティを吸収し、同社のモペットやオートバイを加えて、ラインナップを充実させた。1980年代には、モータースポーツにも復帰し、ロードレース世界選手権 125cc クラスでは1982年から1987年まで、アンゲルニエと、 ファウストグレシーに、ルカ・カダローラのライディングで6年連続チャンピオンマシンとなっている。現在、ガレリは、モペットの生産のみを続けている。ありがとうございます。